ブラボー見た、バーリーよかった、バーリーよかった、マジで伝えたいみんなに。でいいの。おしまいだって今回は吉田も川原も出てたし、あとゆいさんとなるちゃんとあやみんとみゆぽんさんとオカリナちゃんとみゆちゃんと、うん、いやマジでね、あのね、劇場で見た方がいい。ずっと言ってるんだけど。ありがとう。感動した。20日もうね、もう20日オープニングでね、もう始まって涙出てきたもん。感動して。アイドルって素晴らしいと思って。なんかみんな可愛かった。てかみんな近くで見るより可愛かったかもとか言ってください。なんかやっぱアイドルだなと思った。うん。なんか。普段は近くにいすぎて、なんかアイドルしてる姿を、なんだろう、客観的に見ることがないから、何も思ってなかったけど、思ってなかったっていうか、意識してなかったけど、ステージに立ってるみんなはね、すごく可愛かったよ。いいでしょ、この画角。うん。うんふんふん。うんうんうん、うん、あとね、サムネイル公演は歌がすごく良い、歌がめっちゃ多い、歌詞が響いたよ、響いた、わかるね、あーとか、なんかあの日僕はみたいな歌も良かった、あの日の自分あの日僕はなんか私申し訳ねえがマジでリハに出てないから、本当に見たことがなくてリハに参加してなかったから、で見に行くタイミングもなくて、で今日ちょうど見に行けたから初めて見たけど、いや正直さ、リハーサルさ、レッスンが唇に Be My Baby しか出てなかったから、他の曲の歌詞とかちょっとまだ出る予定もなさすぎて聞いてなかったけど、すごいいい曲がいっぱい入ってんだなこの公演はって今日思って、出るのが楽しみになりました。すごい広告になってる私。なんで出るにはレッスン必要だね。多分レッスンないとも地起こしだと思うな。ヘミン。なんか広くない？なんか広いね。なんかさ伸びるよ。なんか伸びてない。伸びてるね。なんか伸びるね。なんでだ。右半分伸びてるよ。うん。今日ミスター髪の毛を切ってるから。そうだよ。なんで？あ、うんふんふん。みんなも見に行ってみて。ほら、切ってます。可愛いですね。似合ってる。でも黒見えないから白にしようかな。もう私何枚も何枚も着てるんです今日。これレッスン着に持って行ったけど着て帰ってきて。うん、これは白。うん、白の方がいい。うん、あら可愛い、似合ってるね。え、嬉しいやん。よかった。でもさ、家庭を見てほしい。写真撮ってないの？え、動画撮ったから見て。あ、見てるじゃん、うん。もう日本人形だったよ。アツカがあんだけやめろよって絶対言う。そう、絶対。なんかさ、ここら辺で一回で自分で切らしてもらったの髪って、ちょっと切って。うん、その時点でもう日本人形やったって。で一回これする前に一回全部乾く。この辺でバツバツ切って乾かしてもらった、うん、乾かしてもらって、うん、でそっからこのレイヤーを入れたので、ちょっとあんま始めちゃいなよ。確かにあれ持ってる、うん、そうそうそう、なんだけどちょっとレイヤーを入れたのね。テレビが映った、うん、
反射、あ、いけるか、こんなもんか、いきまーす、映っていい、歌だ、うん、なんだけどさ、ここでバツって切って乾かすってもらった瞬間に、うん、毛量めっちゃ多いからさ、日本人形になってさで、いつもお世話になってる野口さんっていう、あの、うん、表参道のシエカってとこに行ってるんですけど、私シエカの野口さんが、おお、すごい量多いね、重たいねって言われてで、もうめっこりっこりにすいてもらって、これ今全然めっちゃいいと思う、軽いうん、私もいつかしよう、あとちょっとウルフっぽいレイヤー入れてもらった、いいね、前髪ちょっと変化させると思って、これこの髪だったらこれ似合うよ多分、いいね、って入れてもらった、いやうん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 、うん、右向きだよ、はっか今日右って切れたらマジで本当にうるち、今日髪の毛を朝ウェーブしてきたんだけど、メイクさんに、あれ今日なんか撮影あったのって言われて褒められた、上手だね、嬉しい、こんなにいい感じになると思ってなかったから嬉しかった、うん、さすが野口さん、うんうんうん、野口さん、さすが野口、野口さんってマジですごい人なんだよ、結構あれで、あ、クラムチャウダー、結構理髪書いて、うーん、さすがですね、ちょっとこれ iPad でやりたいんだけど、これまで いっぱいただきます、ネギ塩豚カルビご飯とアサリのクラムチャウダー、ドライクってもうイベント終わったよね、前半で後半か、昨日までだよね、あ、そうなん、3中までだった気がする、そうなんや、髪色が赤に見える、後ろが青だからじゃない、うん、全部青だからじゃない黒です。明日もね、早いんですよね。ちょっと地毛が茶色くなってきて、ちょっと茶っぽい。はい、ありがとう。そう、漬物が桃色です。髪切った？まだ結果が出てないんだよね、多分。お前。わーい、これ結果アップされたら SNS でありますね、ここ置いといていい、うん、うわー、クラムチャウダー大好き、いただきます、うん、これは本当お昼に食べようと思ったんだけど、なんかお昼食べれなかった、うん、なんか別にあのお弁当が出たからそれ食べちゃったので、私これも買ってるんでした、にょ、これはね、なんだ、うんうんうん、何、ね、つけ麺風肉まんっていうなんか不思議なやつが気になっちゃって、今日劇場行ったら私もプレゼントも出してくれてちょっと受け取りました、うん、ありがとう、ヤギさん、ありがとう、うんうん、あ、はい、はい、そうだ、アサリのクラムチャウダーです、これ、うん、ご飯って幸せ、うん、
アイグハト？あんま違いは分かんないんですよ、あれは。写真で見た。つけ麺風って意味が分かる？分かんない。うん、でもなんか、ちょっとお肉さんなんかつけ麺をそんな1回2回ぐらいしか食べたことないから分かんない。そこ、うんうん、うまい。この中のつけ麺風のあんがとてもおいしい。これはね、ファミリーマート。なんか久しぶりに食べた。ジャリ。おいしい。うまっ。22時22分だ。ゾロメゾロメおい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 ゾロメ。おいしい。何歩歩いたかな、わかんないや。ちょ携帯見てみよう。まだ今日私ずっと髪切りたいって言ってて、そう、でもあの坊ちゃんのカツラをね、カツラ問題もありましたので、東京公演まではあんまり切れなかったんですよ。だから東京公演終わったらじゃあ切ろうって言ってて、タレントで一緒に今の髪型になったら劇場見て最高です、ありがとうございました。分けてもらえないからファミマ寄って帰ろう。おもろ。うん、塩豚カレー、わーい、アルビ大好き。でも夜ご飯遅くなっちゃうよね。おいしくて全部食べちゃおう。隣誰ですか？友達？まあ友達みたいな。まあ一応。友達です。あ、いつも美咲がお世話になってます。ここの角度からもめちゃめちゃ良かったよ。なぁ、首長ギャル。皆さんは本日何をしてましたか？今日は火曜日ですよね。みんなは何してたんですか？自分が髪切ってる場所が意外と近くて、今でも全然うん、シェイカーさんに行ってます。今日はお仕事。友達映っちゃってるけど大丈夫？大丈夫。AKB の宇多田ハツカですっていう友達。
悲しい、ガチで友達だと思ってた悲しい、おもろ、バシ失神したの、うん、痛み苦手なんだね。ちょっとお水を取っていただいてよろしい。うんうん、ああ、ツイッター開いちゃった、なんか落ちちゃった、うん、なんでぼーっと。今日は私はミスターのその美容室に行って終わった頃に、で表参道の美容室だったから、うん、そのまま服見て一人、うん、あ、吉田とお昼を食べて、うん、その後服を見て服買って、うん、でいつも行きつけのチェーン店のカフェで勉強しようと思ったけど、眠すぎてチェーン店のカフェで爆睡してて机にこうしてで気づいたらもう行く時間だったから、秋葉原に向かって劇場を見てきました。ボートはいいよ、ボートすりゃいいよね、うん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 、むかすっかよ、うんうんうん、足場痛いっすよね、うん、結構きつい、マジで。もう増えてしまった。もう言うてても10センチくらい、20センチくらい、うん、23、うん、15とか20センチ。もう食べ終わります。早っ、結構時間かけたよね、うん、うん、すぐ飲めるの私。疲れちゃった。疲れちゃった。あ、今日インスタグラム投稿してから見てね。見てくださいね。これは牛肉だな。前鉄とエイトの公園と、なんだっけ、コンサートとか、うん、そういうやつにどういう髪型で挑もうかを今すごく考えて、うん、うん、しも伸びちゃったもん。うん、あ、コメント進まないな一生って思ってたら止まってた、悲しいなって3分くらいずっと思ってた、うん、ありがとう、コメントしてくれてたんだね。こんばんは、空は青いなと思っていました。私も今日は青いんです。服がないくて帰りたけど、こんばんはやばいし、いろいろありますよね。いやでもこれが好評ならさ、絶妙の長さで出るのもあれだし、切って出るかっていうのも考えている、うん、スタバかサンマルクカフェかな、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、うん、うん、ヒントはルイボスティーを飲みました。ルノワールやるのとかなんかある？あるんですよ。今日そうインスタグラムに友達が絵描いてくれたやつあげたんですけど、プロまだ学生さんなんで、まだ学生ですよ、美術系の。でも上手だよ、昨日急に送られてきました。
コメダコーヒー、うん、ちゃうんかい。コメダコーヒー行ったことないかな。コメダコーヒーは下5センチ、これシルノワールや。でも私このナールだと匂わないの。これだと今日何歩歩いたかまだ分かんないんだよね。だからこうして、でも何キロちょっとこうやってすることで自分から走って、そう、美術館にちょっと行った友達が書いてくれたんだもん。今日はね、この長さはカレンが選んでくれたけど、長さ的には美容師さんとカレンが選んでくれたんだけど、あとここにレイヤーを、ここに、私のここにちょっとレイヤー入れてくれてるんだけど、今日はなんと、なんとデザートも買ってきた。あと、なんとあとね、これのこのちょっと短いところが、これを作ってくれた黒ずれ活力デザート、それないこのレイヤーをね、今日作ってきた。はあのラストステージピュアアリーナ、ぜひ見に来てください。皆さんも美容師さんです。キプキプ今着いたけど、つけ麺肉まんないやん。めっちゃウルフっぽかんまりゆき、え、マジゆき？ウルフってさ、好き嫌い好み分かれるよね。ね、うん、かわいく黒酢で活力、これは美味しいんですよ。濃い濃くしてもらって飲むと喉がこうってなって癖になります。へ、うん、え、ハツカがデザート食べるんだ。何買ったのかなってちょっとウキウキしたのに黒酢で活力うん、かわいいね、君らしくて美味しいから、みんなも食べてみてね。私の本日のデザート、言い方ん、クラムチャウダそれでだって言わないんだよ。うん、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 知らなかった。そうだよ、今日のサムネイルは観客席じゃなくてね、横で見たんだが良かったし、でもミスターってあんまり噛みてこないね。うん、全然いなかった最初の方とか。酸っぱいやつ、そう、なくて美味しい。黒酢はうちのおばあちゃんが好きで草おばあちゃん気が合いそうで草、うんうん、うまいんだよこれが、本当に飲んでほしい。でも好きじゃない人は好きじゃないと思う。でもね、かわいいよねこれ、うん、めっちゃかわいくしてもらった。私もウルフにしようかな。わーい、わーい、バケット好きやった。あれさ、バケットじゃなくてさ、バゲットって歌ってくださいって言われてさ、うん、バゲットって歌ってんだけどさ、うん、なるとさ、なんか東北なまりみたいになるよねってバゲットバゲットが正解なんだけどね。あれバゲットだったんだね。なんかうちらが言ったらなんかなまってるみたいになっちゃった。バゲットバゲ、これからの初のポジションも楽しみです、うん、喉がこーってなる、はい、みんなはどの公演が好きですか？サムネイル公演とか雫公演とか目の前の重力心配しに目の前で誰かが好きになってしまうことってあるよね。バゲットなの実はね。だから私曲紹介の時も日比谷高神バゲットのって言ってる。チンビーって何やってるっけ。知ってる方いますか。チームベイって何やってる。あ、ただいま恋愛中公演、ただいま恋愛中か、ただいま、ただいま一番その英語公演好き、ランダーズハイ可愛いね。
鉄菜が一番好き。あー鉄菜もいいね。あー鉄菜いいよね。うん、楽しかった。見てた前の方のやつ見てたけど楽しそうだった。うん楽しかった。2人とも可愛い、みんな可愛かったし。うん特に私がね。うん何、うん、言ってないよ。え何言ってない。え、うん、欲しい。四十公園はユニットがフルで変わったね。8人になってから。そうね、またそれも楽しみです。岩瀬さんがちょっとまた新たな見どころを。そうそうそう。こんばんは。アイドルの夜明けはしていく。アイドルの夜明けは研究生の頃か。17期さんか。爽やかな青春っぽい曲がね、心に刺さる。フレッシュだよね。いいね。フレッシュで。劇場公演ってどんくらいの確率で当たるんですか、あれ。一般で応募したら確かに外れたりするんですか。するとするか、それはすると思うけど、ニーナさんは何回中何回くらい当たりますか、気になる。初めてだと当たるよとかさ、うん、あのチーム4の子を締めにしてたらサムネイル当たるよとかないのかな。ね、ありそうだよ ね。生誕祭とかもあるのかな、やっぱりね。どうなんですか、多分私たちよりみんなの方が詳しそう、うん、あ、ドル明けはチーム B、 すいません。あれさっきのやつは何だっけ、ただいま恋愛中。ただいま恋愛中月1で当たり、ま、え、そんなに当たるの。あ、会員になると月1で当たるんだ。ん、うん、それは絶対なの。当たりやすいんだよね、多分。うーん、サムネイ公演倍率とか、そうなの。でも確かに、うわ落ちたわみたいな人聞こえる気がする。キャン待ちの人も結構いるね。自分の誕生日前後に当たるようになってんの、なぜか当たる。へえ、うん、いいじゃん。タンプレだよみたいな、うん、押し設定効果あるんだ。へえ、うん、やっぱりね。サムネイルなかなか当たらないんだね、みんな言ってるよ。サムネイル当たらんって。そうなんだ。まあそうだね。おお。推し登録8人の今も楽しいけど16人学研層とかあったんだ。推し登録長いとってこと。あ、推し登録が長いと生誕祭に当たりやすい。なるほどね。なるほど、推し登録歴が長いと当たりやすいんだ。あ、なるほど。あ、よくできてるな、ちゃんとしてるんだね。うん、じゃあ生誕祭とか、そっかそっか。じゃあ卒業公演とかもそうなのか。うん、美味しいのそれ。うん、癖になる。うん、二人でズルズル癖になる。ホットケーキまたつけ麺風肉のあるとこがあったら、ミスは推し登録してみようかな。してなかったんかい。ごちそうさまでした。映像総工学はかなり当たるし。ああそうなんだ。映像総工学とかあるんだ。はじめまして。今日も2人で見ての運良すぎて人で。はじめまして。おもろ。私さ、ほんとずっと言いたかったんだけどさ、みんなに。確かに。ゆりさんが赤と黄色なの、あのあれが、さ、ペンライトカラーが。で、七瀬も確か赤と黄色。赤ってさ、めっちゃオレンジと似てて、どっちか見分けつかなくなるから。桜ちゃんもう良ければオレンジと黄色こうやってバッテンにして、やっほーってやってくれたらすごくわかりやすいです。かわいい。だからこれから演奏とか公演とかあった、入った時にありがとう、レスくれと思ったら、あのバッテンにしていただければね、幸いです。なんか最近みんな、なんかあったっけ。でもね、ネイルおしゃれありがとう。もう見て伸びてきちゃった。
今日ずっとバテして、もう伸びてきちゃったから撮るよ、そろそろ見納めです。バッテンしてくれてる人結構いた。見納めして、バッテンしてくれるんだ。見えてたよ、見納めだよ。あとね、バッテンもだけど、内輪があると本当に分かりやすい。うん、ね、内輪って一発だから、マジで勝手にサイリウム3本みんな持てますか。自分の字でこうやって、じゃ持ってるならぜひ3本で、まあ、白い内輪に岬って書くだけで3本で行こう。恥ずかしい、みゆちゃんと被ってたっけ。紫や白、紫になった。前青と白だったんだよね。みゆ紫白だよ。じゃ変わったんだ。じゃあ被りませんね。私青と白。お、今日の色じゃん。今日ペンライトカラー私。出すタイミング難しい。もうずっと出しとけばいいんだよ、それ。そろそろ、うん、私は走りに行く準備をしないといけない。ここに置いといて、うん、自分の推しが目の前に来た。今日走ってないから、ストレッチして腹筋して、ちょっと腹筋して、ちょっとだけ歯の時筋トレしてから、うん、ありがとう、走りに行きたいから準備しないといけない。SKさんはさ、SKさんってめっちゃペンライトちゃんと決めてますよね。うん。AKB は最近武道館でみんな決めたよね。それまで AKB って意外にペンライトカラーを決めてる子少なかったからさ、うん、決めてたらめっちゃ分かりやすくてラッキーと思ってたけど、みんな決まったから。ごちそうさまでした。かわいいな、はい、私はにゃん。そうだよ、そう、寒いかやけん、寒かけんあったかくして走るんやれ、ありがとう。どこめっちゃくちゃやんけ、ほんとにどこの人になってんの。おめえどこの人だ。おめえどこの人やねん。おめえどこの人だっぺ。そんどんだよ。おめえどこの人だっぺ。あのね、みんなペンライトマジで、あのペンライトこそ大きい会場で使わないとダメだよ皆様。本当に思う。気づいてほしいなっていうのがあったら、ね、ペンライトはねマジでわかりやすい。どこにいてもわかる。本当に広い会場で本当に2階席でもオレンジと黄色バッテンしてる人見つけ、全然見つけれるのよ。そう、逆にでかい大きい会場で例えば、あちょっとここ2階3階で全然見つからないだろうなって方は、うん、うちはよりペンライトだよ、うん、やるなら。うちらはもしかしたらワンちゃんちょっとさ暗くて見えないとかあるけど、ペンライトはどこにいても、ああれ20日の色だと思って手振ったらすごい振り返してくれて、あーあれ花形だってなるから、ペンライトが大きい会場の方がペンライト第一。ありがとう。こんばんは。たまにライブ中に電池切れするの、それショックだな。みんなも電池持っていこうね。料理、何がフォローしました。ずっと出したけど、ありがとう、嬉しい。ペンライトバッテンなのか、光るうちはもう見つけやすいと思う。おもろ、グロス推し、ひろさん、ひろさん、ありがとう、まちゃん。そう、バッテンはマジで見える。あのさ、私が手振ってもさ、自分に手 振られてると思わなくてさ、このまま、このまま私の方をこうやって見てる人が結構いるんですね。だからあの手振ったらぜひ振ってくださると私嬉しいかなって思います。ごちそうさまでいいと思う。ごちそうさまでいいでしょう。美味しかったね、後藤さん。バッテンの角度ね。こんばんは。X じゃなくてこうバッテンで、あの、はい、どうだ、X ってどうやって、こうじゃなくて、こうか、こうじゃなくて、まあでも重なってればわかると思う、多分こうなってればわかるよね。うん、わかると思う。ね、色がぶなければ最高なんだけどね、こんな人数多いからね。 XXX どこと彼の絵がかいい。はぁーぽい。いいよ、あのもう交差しておけば大丈夫だよ。お見送り系、お見送りや練り上げ欲しいね。どうなんだろうね、十字架難しくない？何もわかんないけど、こうしなきゃいけないんですよ。だから両手でこう、両手が下ろしたってなるとこうバッテンのがいいかなって思ったんだけど、基本サイリムは黄色とオレンジをこうやってクロスをさせてくれれば嬉しいな。ピッスンだから顔が薄いな。
赤とオレンジが本当に見分けがつかないんだよねってことに気づいた4になって、うん、8は結構あの、うん、あれなんですけど、うん、みんなもう疲れだよね、青とかピンクとかなんだけど、一緒に行きたもっか。お疲れの皆さん、今日もお仕事、学校頑張ります。お疲れ様でした。なあちゃんが教えたから黄色とオレンジ買えるとこです。ありがとうございます。っていうことも自分に返して、もう自分だとだからレスなんてさ、信じ込んだもん勝ちだよって思わない？うん、そうだよ。で、あの男性アイドルが好きな友達が言って、うん、学生時代に言ってました言ってましたそうだよ、レスもらったんだけどみたいな話で、私じゃなかったかもしれないんだけどさ、ちょっとさ、いや、すんって勘違いしてるんですよ。今日はミスさん珍しいメイク、そう珍しいメイク、水崎さんじゃないよね、ショートカットだから。そう、中学校の時にね、いっぱいちょっと何を言ってやるのか、やっぱりちょっとわけまじで頭回ってないね、眠すぎてるのかな。いいよ、うん、うん、ありがとう。そうそう、終わりにしようかな、ストレッチしようといけない。オレンジがね、赤に見える。じゃあ、ありがとう、私のゆったりご飯食べるのに付き合ってくれてありがとうございました。バッテンにしてくれてたら、待って、今日1月最後じゃん、バッテンの人いないから。早っ、もう1月が終わったよ、早くない？1月もありがとね、みんな。だから、ペンライトこう持ってて、じゃあちょっと走ってくる、夜遅いけど。ふわーって なったらペンライトが揺れるから、少しだけは嬉しいなって私は思いますけど。2月もよろしくね2月もよろしく。俺のことなんか見てないんです、めっちゃネガティブやん、めちゃくちゃネガティブがいるめちゃくちゃなネガティブがいるやん。私がポジティブにしてやろうか。気をつけて走ってらっしゃい、ありがとう。カレンと髪切ってきたんですよ。じゃあランキング読むね。13位ちまさん、ちまさん、ちまさん、ありがとうございます。12位コウタロウとマーク、ヒステリックブルーさん、ヒステリックブルーさん、コウタロウさん、ありがとうございます。11位 MS さん、 MS さん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位48さん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさん、ゆうちゃんさん、ありがとうございます。8位のりあとマーク、ゆうえさん、のりさん、のりさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位 S のペアとマークイエさん、 S のワンペアさん、 S のペアさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位アユネコさん、アユネコさん、アユネコさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位シュンゴさん、シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位スノーさん、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 ありがとうございます、ありがとうございます。デザインはわさっぴさん、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 ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はひるきさん、ひるきさん、ひるきさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位はひろさん、ひろさん、ひろさん、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、食べ過ぎたので私も走る、マジ一緒に走っちゃう。気をつけていってくる。ガチ可愛いな、ありがとう、ありがとう。みんな今日も見てくれて、ゲリラ配信、早く私も劇場に出られるように頑張っていきます。またね、おやすみ、みんゼミ。